皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでいきたいと思います。今回から以前トラウマ会で企画した靴、クリボーが靴を履いているやつがあるじゃないですか。あれをメインに使ったコースを作ろうということで以前イベントを行ったんですが、もうあれからだいぶ経つので残念ながらベスト3には入賞できなかったコース、これから少しずつ動画にしてお送りしていきたいと思います。その第1弾はこちら、草花さんブーツを取り戻せ Take her shoe back。 サムネで女の子が泣いています。どんなコースになっているんでしょうか。遊んでいきましょう。クリア率は約 8% ぐらいなんで難易度はそこまで難しくないと思いますね。右側で女の子が涙流してますわ。さてさて、あ、クッパが靴を取っていった。クリボーごと取っていった。ひどい。女の子裸足になってましたよ。かわいそうにね。ひどいことするのね。これは多分上を進んでいかなきゃいけない感じでしょうかね。バブルをうまく踏んで、カロンがいるからタイミングが難しいけど、これでいいのかな。おお、今度はバブルがたくさん来てるぞ。あ、落ちちゃった。靴取られたよ。大丈夫かな。あ、しかもちっちゃくなっちゃった。扉に入ればやり直しができるのかな。ただキノコは補充できないか、残念。あ、もうやられちゃった。結構難しくないですかこのコース。 8% ほい、この辺ほい。炎のタイミングが難しいですよね。おお、ギリギリセーフ。今下にキノコが見えたような気がするんで、あえて落ちてみましょうか。あえてですよ、あえて。今のは本当によいしょ。これで扉に入ればキノコ状態のまま上に行けるはずなんで、ガリガリ。お、ファイヤーバーのタイミングがいやらしい、いやらしい。あー、落ちちゃった。で、あのファイヤーバーに当たるのにってここでやられちゃったよ。そんなこともあるんだよね、時々ね。右の女の子になんか名前つけてあげましょうか。アンジェリーナ、アンジェリーナ。よーし、待ってるアンジェリーナ、お前の靴は今取り返してやるぜ。よいしょ、今度こそ決めてやるぞ。この辺ほいほいほい。さっきまでちょっと飛び出すのが早すぎた感があったので、あー、ここ難しいな。靴を補充して、なんとなく倒してやりたかった。この辺です、この辺です、この辺です。ここでタイミングを待って、ダメか。ここまでずーっと靴で来ないとダメ、厳しいぞ。なんでこんなにクリア率が高いんでしょうか。ここを来たら次でちょっと耐久できない。わお、わお。ここで耐久したいんだけど、できたかな。ここはなんだろうね、どうすればいいんだろう。あー、了解。1、2、3、よし、これで OK かな。中間発見、カロンさん、バイバーイ。ここでメットか。これグニャグニャが直らないと無理無理。よいしょ、もう一回バブル出てこい、バブル出てこい。扉に入った方が早いかな。ここでバブルを使って上に登っていくスタイルだと思うんで、はい、こうです、こうです。おーし、届かない。ここも素早く登っていかないとダメっぽいですね。ただ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 、わお、ここも難しいよ。普通に難しいですよ。相当苦戦そうだ。
やっぱり一回跳ね返ってきたのじゃないとスピードが速すぎて踏むのは大変だな。あー、位置が悪いな。踏もうとしてるバブルが悪いんですかね。でもここだよな、やっぱりな。こうか。これでいい？よし、いけた。やったぜ。下にハイヒールが埋まってます。からのヒップドロップ。違った。ペペ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 ペ。クッパさん、これはどうやって倒せばいいんだろう。普通に倒せばいいのかな。はい、あー、ダメか。何やってたんだろう。よいしょ。上にパウが見えるんだけど、あのパウをどうするのか。はい、はい、なんか簡単な倒し方があるんでしょうかね。今のところ全然思いつかない。よいしょ、よいしょ。これは大変だ。わお、戻りたい、戻りたい、戻りたい。ファイヤー補充。よし、あ、靴とファイヤー補充したら、ね、他に簡単な倒し方思いつかないもんね。よし、あ、靴で上から連続踏み踏みもできるかもしれないけど、オッケー。これでブラッパさんを、ブラッパさんじゃない、パウブロックさんを叩くには靴がいるね。靴履いてきて、これでいいのかな。では P スイッチを踏んでアンジェリーナの靴を回収していきましょう。これ何センチあるんだろう。でっかいよ。マリオの体と同じぐらいありますからね、大きさ。左側よく見てください。アンジェリーナの元に右足のブーツが戻りました。おめでとう、アンジェリーナ。よかったね。アンジェリーナさん喜んでおります。いや、靴を使った企画ということだったんですけど、こういうストーリー仕立てのコースを投稿したのは多分草花さんだけだったかな。ブーツを取り戻せ、 Take her shoe back。クリアいたしました。それでは次のコース遊んでいきたいと思います。はい、それではこちらのコース遊んでいきたいと思います。アスレスピラン120秒、ソウル FD マック2さんで、お名前いいのかな。クリア率はっきりわからなかったけど、そこまで低くはなさそうですね。注目の難しいから選んでいます。なるほど、この音符使ったのって動きが分かりにくくてちょっと苦手なんですけど、でもまあ今のところは次で突破できそうかな。チキンからの左にドッスンさんがいらっしゃった。あ、なるほど、上に登っていくのか。部屋が光ってて、キラー砲台が見えなかった。パックンをすり抜けたら、ここはパウを使ってブラックパックンを倒してからの、いよいよ、え、なになに、ここ耐久か。オッケーオッケー、任して、バッチリ大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。何がだよ。はい、そんなわけで次のエリアに進んでいくる。あ、戻っちゃった。ブラックパックさん、こんにちは。あれだと当たり判定がないんだね。このぐらいの難易度だったら大丈夫かなと思うけども、あれ、もう落ちてこないの。大丈夫。はい、お邪魔します。中間があるよ、中間があるよ。2サンガリア、12のサンガリアっていうわけではなかった。
習慣があるってことはタイムはもう全然気にしなくて大丈夫っていうことですからね。ほい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 。登っていったら次は何だろう。反応しろ反応しろ俺。ヒップドロップでゴール。一つ一つのギミックを分かってしまえばそんなに難易度は高くなかったですね。最後青狩り、青狩りじゃないね、これはただのガリガリに刻まれちゃってましたけど、アスレスピラン120秒クリアしました。ありがとうございました。それでは今日の最後のコースこちら遊んでいきたいと思います。 Oh no! ママさん、クリア率 10% なんできっと大丈夫でしょう。目指せ一発クリア。 Oh no!お、ブラックパックンさんじゃないボム兵さんがまた無駄にたくさんお亡くなりになってますが、扉入っていいのかな。ワン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 、ここには入れない。あ、入れた。オーノー、お、大丈夫だった。この土管なんか出てくるかな。大丈夫、入るよ。ドキ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 。ここは、あ、入らなくてもよかったんじゃないの。さっきの土管、さっきのとこでしょ、あれ。上登っていこうかな。上登っていくよ。本当に大丈夫？ Oh no。 何かが降っていくわけでもない。あ、ゴール発見。この辺なんで、なんで、危ない危ない、挟まれる。 Oh no。 どの辺が Oh no だったのかわからなかったけど、無事クリア。 10% 一発ですよね、そのぐらいの難易度ならね。ママさん、ママさんのコースクリアしました。ありがとうございました。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。